ロバート・ロブ・エディオットは、イングランド・ロンドン出身のプロサッカー選手。ワトホード FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。地元クラブである、ジャールトン・アスレティック FC の下部組織出身。2004年のトップチーム昇格後、カイクラブへのレンタル移籍で経験を積んだ。2008年4月のプリマス・アーガイル FC 戦で、第一キーパーのニッキー・ウェイバーが、退場処分を受けたため、 急遽途中出場し、念願のトップチームデビュー。8月のフットボールリーグカップ予備ル、タウニ FC 戦で、初スタメン。2008-09シーズン以降はウェーバーからレギュラーを、ダッシュした。2011年8月、ニューカッスルユナイテッド FC に移籍。9月のフットボールリーグカップ、ノッティンガムフォレスト FC 戦で移籍後初出場。 2012から13シーズンは、ティム・クルルに次ぐ、第2次 K のポジションになる。2月13日以降は、クルルの負傷により聖守護神に昇格した。2015から16シーズンは、クルルと新加入のカール・ダーローに遅れを取ったが、10月に、両者が故障したため再びポジションを掴んだ。AFC ・ボーン・マス戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出されたが、チームは降格した。 2016年3月には全十字人体を損傷した。2021年1月28日、ワトホード FC とシーズン終了までの契約を結んだ。エリオット自身はイングランドで生まれ育ったが、父親がアイルランドのコーク出身のため、アイルランド代表を選択した。2014年5月のトルコ戦で初キャップ。カンファレンスナショナル2005から2006。 ありがとうございます。